もし初心者さん悩んだら、私はここからをおすすめしてます。悩むなら。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は初心者さん必見、セザンヌでパウダー選びやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代、50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまずですね、パウダー。ここで初心者さんに向けてのメイクアップ講座やっていきたいと思います。お粉は何のために使うでしょうか？チッチッチ。はい。その通り、化粧崩れを防ぐためでございます。はい、ここで、皆さんに問いかけたい。パウダーをしても化粧崩れする人？はーい、私はパウダーをした方が化粧崩れします、私もです、っていう方結構いらっしゃると思います。私もそうです。はい、っていうことはですよ、化粧崩れを防ぐためのものであるのに、その役割を果たせない人も世の中にはいるわけです。はい。そういう人はパウダーは使わない。まずこれが前提です。はい。じゃあなぜね、パウダーを使わない方がいい人がいるかっていう説明をちょっとだけさせていただきます。これはですね、これ長年36年ヘアメイクを生業としてやってきている私の感覚でのお話になりますが、水分量が少なくなってる人っていうのは油を出そうとするわけですよ。それが原因で化粧崩れを起こしたりとかする方がすごく多いんですね。毛穴が広がっちゃったり、要は水分量が少ないのを補うために皮脂をいっぱい出しているのに、それを粉でしっかり抑えて油分を取ってしまうとするじゃないですか。で、水分量ってそんなにすぐに上がるものではないので、やっぱり皮脂を出してその乾燥した肌を補おうとするわけですよ。それが毛穴落ちになったりとかして、もう崩れていくっていう現象になっていくので、もちろん崩れるから粉をした方がいい人もいるわけです。そういう人は基本的には肌の水分量が高くて健康的な肌の人、くすみのない肌の人っていうのは水分量が高い傾向にあるので、そういう方は粉をやった方がいい肌になります。ファンデーションを吸っちゃうとかっていう人もそうです。うん、これをまず見極めて買うかどうかを検討してください。その上で今日はセザンヌの粉選びでございます。はい、まずはですね、こちらウルフア仕上げパウダー01番とこちら03番です。これパッケージは見た目どっちも一緒なんだけど、01番と03番です。はい、これ01番っていうのは少しマットな仕上がりになるパウダーになってます。そしてこの03番っていうのが少しツヤがある仕上がりになるパウダーです。はい、この違いがある。うん、そして、こちらです、毛穴レスパウダーです。はい、こちらはですね、実は私これは好きなんですよ。これはプレストパウダーでいっぱいバサッとつきにくいから優しくつけやすいっていうのが最大の利点になってます。そして私の大好きなこのナーズのリフコがすごいバズったじゃないですか。これにすごく似た感じのつき方なんです。これも硬くていっぱいつかない、もうだいぶ底が見えてますね。使いすぎ、大好きだから、はい、使ってます。これがすごく似てて、私実はね1個使い切りました、このセザンヌ。やっぱ眉とか目元とか粉しないと描きにくいとことかはこの粉をするんですけど、こういうのを使ったりしてました。そして最近新発売のこちらシームレスカバーパウダー01番フェギーベージュです。これ私はねまだ使ったことがない新発売です。
あもうさセザンヌはさやっぱこの蓋が最高にいいよね。これは便利、本当にかなり粉です。でこれの特徴とするとですね、そこそこのカバー力があるらしいんですよ。だから結構密着しやすい、粉の密着がいいってことですね。あんまりサラサラしてないっていうか、カバー力も兼ね備えたものだっていうことなんで、おそらく私が使うのは結構リスクは高いんですけど、新しい新製品使ってみたいバケコがこちらのシームレスパウダーに挑戦します、はい、ちょっとここでちょっとだけつけました。そして蓋の上で少しまんべんなくまぶしたいと思います。そして少しはたきます。おでこから眉間のところからちょっと優しくて、ここからあの要はね毛穴のところ、私みたいな肌の人は毛穴が目立つところは本当に薄くから始めた方がいいと思います。なので毛穴があんまり気にならない、おでことかこの顔周りをまずつけていって、で残ったやつで少しこっち攻めていく、攻めていく。かなりあのやっぱりカバー力あるね。うん、こんな感じでございます。これなんならこれがついてるから、これでこうつけたらもっとカバー力を発揮するのかなっていう気はしますけど、今私は本当に粉を嫌う花なので、もうこのハケでしか私は使いたくない使いたくない。私の肌は粉が嫌いです。でも粉が必要な人もいらっしゃる。これは粉が必要な人に向けての私はレビューをするはずなのに、私は今自分の感情を揺り動さ、グイングイン揺り動かされているバケコがおります。なぜならば自分の肌には粉が必要ないことを知っているからなのです。はい、だけどやっぱり粉が必要な人は必要なんですよ。これは間違いなくそう、そうなんです、そうなんです。なのであのみんながみんな粉をするなって私は言ってるわけじゃないの。粉をやって崩れるんだったら一回やめてみ、私みたいな人もいる。うん。だけど粉やって崩れない経験をしてて、それが分かってる人はぜひ粉をやってください。そして今ね粉の特徴を申し上げました。はい。確かにこれね。あの結構しっかりつきます。新しいやつしっかりつく。でやっぱりよりナチュラルに つくのはこっちのウルフア仕上げパウダーかなと思います。はい。そしてよりもっともっとナチュラルにつくのがこちらのプレストパウダーだと思います。はい。そんな感じで自分の肌にはどれがいいかなって言って選んでみるといいかなと思います。でまあもし初心者さん悩んだら私はここからをおすすめしてます。悩むならそれはやっぱり自分じゃ分かんないところもあると思うんですよ。粉やって崩れるか崩れないかっていう経験が、でやっぱり粉をやらないと不安っていう方もいらっしゃるんですよ。うん。そういう方はここから入ってね、粉をやって今まで崩れてた経験をした人ね、そういう人だけど粉はやめられない、粉しないと不安っていう方がたくさんいらっしゃることも私は知っている。そういう方はちょっとこちらに切り替えてみるっていうのはいいかな。うん。薄くするっていうところから始めてみるといいかなと思います。はい。そんな感じで、ぜひ粉とうまく40代50代以上使っていきましょう。私はこれからも粉はもう必要最低限のここしかしないと思います。ということで、参考にしてみてください。ではバイバイ。